これどうするかな。レムはあざと参謀だからこういう立ち回りしてもらうか。ウルミアは面白担当だし、ここでビシッと人笑いよっと。俺は要、クロノバの白組のリーダーをしている。今は次の企画の構成を考えているのだが、ここであいつが言いそうなツッコミは、うわっ、おもんなとかかな。もう次の企画は上がってるのか。どうしたの、はるちゃん。いや、要のやつが次の企画動画の構成を用意していてたな。これなんだけど。へえ、結構面白そうじゃん。あ、ウルまたババアシ大変そうだな。なあ、どれどれって、おもんなってなんやねん。お疲れ。あれ、みんな集まってどうしたの。今、要が用意した次の企画書確認してたんだけどさ。あ、それ俺が昨日書いたやつじゃん。なんか問題あった？いやな、ここのツッコミのとこやけど、おもんななんてウルミはそんなこと言わんと思うんよ。え、そんな引っかかるとこか。ちょっと切れ味鋭いこと言ってもらおうと思ってただけなんだけど。まあ別に細かいとこだし、どうでもよくないか。いや、表でおもんないのは NG とか言うてたけど、さすがに身内の笑いは否定せんやろ。ツッコミ言うても相手を傷つけるようなフレーズは寒いだけやし、ちょっと雑すぎんか。は？別にその程度でそんな言われるのはさすがに飲み込めないんだけど。ウルミアの自己紹介とか普段のテンションからこう返すかなって考えただけだし、普通に真面目にお前のことを分かりやすく表現しようと思っただけだよ。いやとしたらさすがにウルミアのこと解像度低いやろ。いや、そこまで知らないし。ていうか、なんでそんなにキレるの。俺だって構成とか企画にプライド持ってやってるから、そんな細かいちゃちゃいちいち入れられるとモチベ下がるんだけど。まあまあ、お互い言い分はあるにせよ、ウル的に違うなって指摘しただけだし、あんま熱くならなくていいんじゃない。うん、そうだね。まあ事情があったにせよ、あまりなよ。いやいやいや、意味わかんないって。5対1で俺のせい。いや、もうええわ。え、この空気結構まずい。え、どうしよう。あー、いや、シノ、ここはそっとしといてあげよう。まあなんだ、いろいろ事情があるみたいだし、今回はお互い様ってことで。いや、謝んないね。別に謝ってほしいわけちゃうわ。事情もわからずキレるやつとは話すこともないし。二人とも。クロノバ。ねえレム、二人とも大丈夫だよね。どうだろうね。ウルちゃんはわかんないけど、ああ見えてカナちゃんすごい頑固もんだから。どうしようどうしよう。このまま二人がずっと喧嘩してる状態になっちゃって、一切口っこなくなって、グループがぐちゃぐちゃになって、グループ解散しちゃって、平凡な大学生に戻った俺は特に勉強も頑張れず、就活にも失敗しちゃって、実家に帰るにも帰れなくなって、路上でただ月を見上げながらぼーっとして、そんな俺を見かねたお金持ちのおじさんがペットとして俺を飼ってくれて、気づいたらペットとして一生終えちゃったらどうしよう。なんだその妄想。グループ解散みたいな大事にはならないと思うよ。そうかな、俺ペットにされない。だから何なのその妄想。カナちゃんは頑固者といってもちゃんと大人だし、時間が経てば落ち着いて考えられるようになると思うよ。だからそんな心配しなくて大丈夫だから。うん、わかった。でも俺も何かできないか考えてみる。二人にはいつも助けられてるから、その二人が喧嘩してるのを見るのが辛くて。シノは純粋だね。だからいつもドッキリにかけられちゃうんだよ。もうこれドッキリだったら怒っちゃうからね。さすがにこれはドッキリじゃないよ、おそらくね。おそらくね、構文やめて。不安になってきた。まあまあ、ここはグッとこらえて様子を見ておこう。クロノバ。ウル、今度さ、この曲一緒に歌わない？お、ええやん、なんて曲や？これこれ。いや、カナメが前に歌ってたやつやん。ちょい今回はパスかな。え、そんなの気にすることないじゃん。別に歌ってる曲が被ってたってみんなはそんな気にしないと思うけど。そういうわけちゃうんやけど、とりあえず今回はパスで。仕方ないな、一人で出すか。なんや、あいつのこと考えたらイライラしてきたわ。そもそもあいつはいつも適当すぎんねん。まあ要が適当なのは否定しないけど、そういうところが今回の件にもつながってるんちゃうか。まあまあ。あ、そうだ、そういえば今日の俺の手料理どうだった。ああ、あれは結構良かったで。落ちたー。でも上の緑のやつは好かんかったわ。
緑のやつって俺のことか。ちょっと外出てくるわ。あら、晩ご飯？晩ご飯はさっき食べたでしょ。いや、ボケ老人ちゃうわ。散歩や散歩。ナメ、ウルと友達辞めちゃったの？別にそんなのではないけど。じゃあなんでそんなにウルのこと避けるのさ。今のあいつと喋ったらイライラが再燃して喧嘩になっちゃいそうだし。この件のことまだ怒ってるの？確かにあんな感じに言われたらイラッときちゃうのはわかるけど、いつものカナメらしくないよ。怒ってるというか、なんというか、あいつに俺の仕事が雑って言われたことが許せないんだよ。そこ？いや、そこだろ。俺は表現者として活動してるのに、そのスタンスが雑みたいに言われたら腹も立つでしょ。それはそうかもだけど、俺は俺でウルミアのこと真剣に考えて書いたってのに。ちょっと飯食ってくる。行っちゃった。今回は別に俺だけがドッキリ仕掛けられてるってわけじゃないよね。クロノバ。やっぱ都会は人が多すぎて大変やわ。この街に来てもう結構だったな。カラオケ2時間飲み放題付き、今なら半額でご案内できます。お兄さんどうすか？いや、一人で散歩してるだけなんで。そういえば、ここのカラオケは昔カナメと一緒に来たことあったな。うわ、ウルミアめっちゃ歌うまいじゃん。まあ、ウルミアですから。ラップのところとか口どうなってんの？あ、待て、何も言えてへんやんけ。話めっちゃうまいし、その上ラップもそんなにできるなんて、黒の場は安泰だな。ウルミアは黒組なんで。そこは一緒に頑張ろうよ。あの頃は楽しかったな。なんでこうなってしもたんやろ。クロノバ。なんか今日はジャンクなものが食べたい気持ちだな。ここら辺にいい店あった気がするんだけど、このラーメン屋にするか。ご注文何にされますか？じゃあこの魚介豚骨ラーメンで。あ、あと唐揚げも追加でお願いします。そういえばこの店、昔ウルミアと来たことがあったな。ウルミアな、この町来たらよう行く店あんねん。へー、あれ、お前関西の人じゃなかったっけ？たまにこっち来る機会があってな、そん時によく行ってたんよ。じゃあ今日はそこの店行くか。ウルミア、ここの辛いやつが好きで。俺は普通に魚介豚骨にしよっかな。なんでやねん、こういう時はおすすめ食うもんやろ。お腹がそんな強くなくて、辛いものとか油っぽいもの食べるとお腹壊しちゃうんだよね。ほんならしゃあないわな。そういえばこの前のお前が書いた台本、あれよかったな。え、マジ？普通に内容もおもろかったし、笑えるところ多かったで。ま、お前も頑張りなよ。上からですね。冗談冗談、これから一緒に頑張っていこうぜ。お、っていうか唐揚げあげるよ、これめっちゃ胃もたれするわ。はあ、お腹いっぱいだ。やっぱりここの唐揚げ一人で食うと胃もたれすんな。この前はちょっと感情的になりすぎたかもな。お前たち、今日はこの俺様、根源ことアルケイが主催する晩餐会によく来た。これのどこが晩餐会なの？っていうか、これ何の会？ふと典型が降りてきたな。飲み会行きたくねって。突っ走りすぎでしょ。ここ大学の友達でよく来るんだ。安いし、どこにでもあるから便利なんだよね。俺が主催したら、すべての店が三つ星レストラン、すべての食事が最後の晩餐なんだよ。俺たち明日死ぬの？シャルちゃん、深く考えたら負けだよ。化けねえこと詐欺師野郎、お前たちテンションが低いな。なんや化け猫て、ウルミア虎猫や。詐欺師野郎ってよく考えたら暴言すぎるだろ。この席の配置は何やねん。残念ながら4人席しか用意できなかったな。もっと早めに予約しとけばよかったじゃん。飲み物が来るまで思い思いに語らうといい。あんな、カナメ、さっき喋りや。この前はいろいろとごめん。ただ指摘もらっただけなのになんか熱くなっちまってた。ウルミアはそういうつもりじゃなかったんだろうけど、変に受け取っちゃってた。俺もすまんかったわ。あれ、忙しい中で変えてくれてたんやろ。事情とか詳しく聞かんで怒って悪かったわ。この件はこれで決着にしよっか。せやな。
でも上の緑のやつは好かんかったわってどういうことだ。上の緑のやつは好かんかったわ。何のことや、マジでわからんないけど。この前シャルロと喋ってただろ、わざわざ隠語で陰口言うなよ。ああ、それお前のことちゃうで。あれはシャルロが作った料理に乗ってたパクチーのことや。なんだよ、すっごい嫌われてるのかと思ったじゃん。今日からまた頼んますで、パクチーさん。俺のことパクチーって呼ぶのやめろ。二人とも盛り上がってるところ悪いんだが、乾杯するぞ。ああ、すまんすまん。そらじゃ、ウルミアとカナメの仲直りを祝杯して。乾杯。二人が仲直りしてくれてよかったね。これでお金持ちのペットにならずに済んだ。だから何それ、流行ってるの。今回の主催ってことで、あるから二人に締まる言葉言ってあげてよ。あ、そうだそうだ。そうだな、今日は真面目に行くか。いつも真面目ではあるな。早くしてくれよ、飯冷めちゃうだろ。おもんないのは NG で。ま、いろいろすれ違うこともあるだろうけど、お前らもう勝手に突っ走るんじゃないぞ。ハルさんに言われたくはないけど。不器用なりでもコミュニケーション取るのは大切ってことだな。